月間テーマ。1月ブレインフード、2月ウォーミングフード、3月抵抗力アップ、4月脱鼻むず、5月リラックスとリフレッシュ、6月めぐる、7月クールダウン、8月ミネラル補給、9月休養には栄養を、10月エイジングケア、11月腸内フローラ、12月肌ケア。食べ物の力を知る、これこそ薬膳。食べることで病気を予防し、体調を管理して健康になりましょう。ノードクターノーメディシン、究極の世界観。医者いらず薬いらず。3月の月間テーマ、抵抗力アップ。ビタミンエースで抵抗力をサポート。健康維持には3つのビタミンが鍵。ビタミン A、 皮膚粘膜の維持。ビタミン C、 抵抗力サポート。ビタミン E、 若々しさのサポート。体の中にウイルスが侵入した時に、免疫システムが働き、ウイルスをブロックしたり、たとえ侵入してもウイルスと戦います。発熱はその外敵と戦っている反応といえます。このような力をつけていくための食べ物を見ていきます。ビタミン A、体内の粘膜を正常に。青じそ、モロヘイヤ、人参、ほうれん草、春菊、ひじき、レバー、うなぎ、卵黄。ビタミン C、 抗酸化作用。レンコン、じゃがいも、ブロッコリー、小松菜、赤ピーマン、カリフラワー、キャベツ、キウイフルーツ、柑橘類、いちご。ビタミン E、 血流改善、抗酸化作用。かぼちゃ、ほうれん草、モロヘイヤ、菜の花、ブロッコリー、アーモンド。発酵食品、腸内環境を改善する。健康の秘訣は腸にあります。納豆、ぬか漬け、キムチ、味噌など。食物繊維、腸内環境を改善、便秘解消。穀類、豆類、芋類、生姜、ニンニク、ゆり根、ごぼう、オクラ、唐辛子、芽キャベツ、パセリ。キノコ類、レモン、アボカド、栗。ポリフェノール、抗酸化作用。アントシアニン、ブルーベリー、黒豆、カテキン、リンゴ、緑茶。アダプトゲン、競争効果、免疫系の活性化、ストレスへの適応力を高める効能がある。冷子、高麗人参、クコの実、甘草、マカ、ホーリーバジル、ターメリック。次は東洋医学、中医学の観点から見ていきます。腸を整える。穀類、トウモロコシ、さつまいも。
を潤す。みかん、梨、ぶどう、りんご、バナナ、柿、落花生、銀杏、大根、里芋、ゆり根、山芋、春菊、ズッキーニ、きくらげ、ハトムギ、豆腐、豆乳、蜂蜜。肺をいたわる珍味の食材、白ネギ、ニンニク、生姜、玉ねぎ。白い食材、豆腐、大根、白菜、里芋、レンコン。利尿作用、デトックス効果。利尿、健脾。黒豆、大豆、小豆、緑豆、エンドウ豆。利尿、白菜、小豆、エンドウ豆。利水、ハトムギ、ウリ類。抗酸化作用、緑黄色野菜、油中の野菜。ブロッコリー、キャベツ、小松菜、ケール、チンゲンサイ、白菜、ルッコラ、